はい、どうも、チコチコです。今回もキャンプ生活やっていきたいので、コメント、高評価よろしくお願いします。というわけでやっていきましょう。またアサリです。紛れそうるし。また紛れそうるし。またアサリだし、もう俺、直近の動画、配信、見てもらったらわかるんですけども、すべてがアサリです。狙ってるわけではありません。なんで？なんかさ、毎日、同じような時間帯に録画してるんだけど、そしたらなんか他のルールになってもいいと思うんだけどな。同じ時間帯毎回同じルールやってんのかとか。マジでアサリしか知らねえ今。アサリのルールしかもう分かってないし、アサリのパワー以外がガチで終わってきてるんで、まあ8月、そろそろ8月なんで、8月になったらまあ X マッチ頑張ろうかなみたいな感じです。さあ、マギエスさんを狙っていく俺。さあ、しっかりと後ろついていくが、いや、偉すぎる。偉すぎるね、それ。さあ、これしっかりと俺の方に打たせて、さあ、どうする？やるか？ OK。さあ、ゴールはまだ開けられてはいるが、まあ、この辺のアサリ拾うやつをね、しばければ、多分そんなに問題はないと思うんで、さあ、カニタンクを。さあ、これ北斎を。さあ、北斎を。北斎。さあ、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 打開です。一生打開です、なぜか。さあ、ホットブラスティングはしっかりと爆風を避けていって帰らせていく。いや、まあ、これはね、大丈夫。みんなゆっくりやろう。マンタはね、ガチでね、ちゃんと、あ、落ち着いて防衛。もうこれがね、鉄則だから、マンタは。マンタはね、マジで落ち着きが大事。さあ、バリア壊して、しっかりと、バリアを壊して、手前処理していきたいね、とりあえず。まあ、処理できなくてもいいから。とりあえず引かせていきたいところではある。さあ、マギエースにガン狙われしてる俺。マギエース。さあ、さあ、さあ。マギエースさん。マギエースさん。が相手にいるわけですけども。これね、右がマジでだるいから正面行っちゃおうかなって思ってるんですけど、マジか。なんか全然ライン上がってねえな。なんでだ。マギエースに全てが止められてる、これ多分。いやー、怖いよな。俺が。守ってやるからよ。さあ、これ、ホットブラスティングもやっていきたいところではある。さあ、どうでしょう、これは。マギエース。マギエース。さあ、これは、ウルトラショット出ていくか、迷いどころではある。オッケー。さあ、これ当てたいが、さあ、これ味方が、これカバーしてくれるよね。危ない、なんかヒヤヒヤした。まあ、中央取れればね。マンタマリアはね、中央にアサリが死ぬほど湧くんで、こっから逆転の兆しが見えるような気もしなくはないですね。さあ、しっかりと、一旦引きで、これ左高がマジで熱いから右から行った方がいいかもな。さあ、これ味方がガチで天才すぎる。ありがとう。天才ガチで天才。さあ、こっから、まずとりあえずリードしよう。いや、リード、アサリはリード分あるから、アサリはリード分あるんで、この辺をしっかりと、守っていきたいところではあるさ、北斎やって。さあ、これ、ホッティングブラスティングが、ちょっときついか。エナスタです。マジでエナスタ強い。いやーでもエナスタガチで強いね。エナスタ強いしか最近言ってない気がするんだけど、それぐらいエナスタが強い。なんか、ナイスアマ生えてきた。まあ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 、言うてカウントミリなんで、大丈夫。ラインも高いしかも。ラインも高くて、カウントもミリ。つまりこれは優勝です、俺らが。ホットブラスターだけ注意していきたいところではあるよね。ホットブラスターなんかが爆風避けれないんで今日。避けれない感じなんで、左からマギエースと戦ってくるわ。さあ、偉いな。さすがにウルショウ避けてくるな。はいはいはい。いや、こっちにこんなに集まってくるなら正面がかなりいけるんじゃないこれ。正面かなりいける説ありますよ。さあ、正面崩れている。さあ、ハイドラントはしっかり弾を避けられない。ナイスリードすぎ、ナイスリードすぎ。いや、言うてね、でも、この、ちっちゃいアサリちょろっと入れたら、リードされる、カウントは怖いよな。もうしっかり防衛すればいいんで。まあ、アサリはね、みんながちゃんと防衛の意識さえ持てれば、まあ、かなり防衛率高いので、まあ、防衛していきたいかなと、思いますけども。さあ、ブラスターをやっていく。さあ、ガチアサリ取らないと、敵は勝てないけど、無理かな、ジュージューブロー。ありがとうございました。質問です。近江さんの動画見て自分もキャンプ生活を始めようかなと思っているんですけど、初心者におすすめのキャンプ道具とかってありますか？そうですね。やっぱ、キャンプっていうのはご飯が大事だと思うんでっていうか、そうですね。僕がやってるキャンプ生活はそっちのキャンプじゃないので、
お答えできませんけど、まあいい寝袋とかあったらいいんじゃないでしょうか。というわけでやっていきましょう。ザトウマーケットあさり、まあ強いです。キャンプはまあ強い。てか久しぶり、ザトウ久しぶり、元気にしてた。さあこれしっかりと相手のキャンプをボコボコにします。キャンピングシェルター、相手のキャンピングシェルターボコボコにするゲームなんです、プラトゥーン3は。さあナイス、いいですね。さあこれしっかりと右のキープしていきたいところである。はい、俺がいることに気づいていない、そこに俺はいます。さあなかなかゴールが開きませんね。そこにアサリを投げておきましたよ。さあこれキャンピングシェルターくん、これ僕から逃げてますね。これはね、ましてもう俺のパージョン終わらないと俺は二度とここからどきませんと言いながら後ろに下がる俺。寿司が後ろにいますけど、ナイス。いやこれマジでこのここでね攻めを止めるのマジもったいないから、マジもったいないから、アサリみんな入れてくる。ナイス、ガチで熱い。いやこれノックアウトチャンスある、ノックアウティング TV あるんで。これさあこれ寿司守ってあげたいが、ちょっとあれだったか。さあオッケー。さあこれアサリがどこかに湧いていれば、さあキャンプも倒していき、さあクーゲルシュライ、あと2個、あと2個ありますか。ないですね。じゃあ防衛です、よろしくお願いします。というわけでさあとりあえずね、これトラップを置けてないので、トラップを置いて後ろに下がりたいが、これはこれはかなり狙われている気がするぞ。これだが味方の神カバーによってナイスです。ナイスと言わざるを得ない。味方ガチで強いな、これ実は。実は俺なんもやってない、バレバレだろうけど、まあ、俺の視点を見てるみんなにはバレバレだろうけど、実は俺なんもやってないこの試合。さあトラップを置いては引いて、トラップを置いては引いて、その繰り返しです、キャンピングシェルター。さあこれ右高の彼をどうにかしてください。さあなかなかにキャラコンがいいですね、相手の。なかなかやるじゃねえか。さあとりあえず1キルはしたいところである。俺の記憶が正しければまだ 2,3 キルぐらいしかしてないんで、ここで1キル拾っていくと。さあこれキャンピングシェルターがこれ右後ろにいますね。右後ろにいる彼、まあ、ウルショだけは気をつけて、みんな気をつけて。はいはい、もう4人でボコボコにしていこう。ナイス、いいね。キャンピングシェルター相手はマジで4人で速攻ボコボコにするのが熱い。さあとりあえず、まあ、左はやってくれることでしょう。ナイス。さあ右のキャンプは下ろさせないが、降りるんか、それはもうやっちゃうよ俺。さあ味方との共闘。さあクーゲルもやれない。さあとりあえず入れるか、そのガチアサリ。そのガチアサリ入れたらなんかノックアウトしそうだけどな。さあこれ右側の方々、右側の方々がちょっと気になっているところであるが、さあこれやっぱアサリパクられてる、めっちゃアサリめっちゃパクられたけど、まあ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 、でもこれはノックアウト行くんじゃない、さすがに。はい、 GG ブロー、ありがとうございました。質問です。敵裏に抜けてるの無視していい時、良くない時の判断って何でしてるんですか。まあ敵が裏にいる時に、まあ、無視しなきゃいけないというか、まあ裏無視して前詰めたらまあ正面崩れそうだよねって時とか、まあ単純に恨みんのめんどくさいよねって時は無視してます。というわけでよろしくお願いします。なんかホットブラスター多いな。ホットブラスターはなんかよく見るけど流行ってるこれ。さあこれには気づかないでしょう、気づけないでしょう。さあ左高のシューターもしっかりとやっていきたいところではある。さあシューター引かせたらもうやったのと同じですから、これはもう左取れたのがかなり有利と言えるでしょう。さあダイナモローリングブラスターやっていき、さあどうするこれみんな。さあカニタンクちょっとだるいな、さっき殺せなかったからか、これはごめん。さあこれなぜかかなり追い詰められている状況ではある。これさあここ打破したい、まずいな。最近アサリばっかりやってるんですけど、このアサリのね試合の流れっていうのがね結構ね決まってて、初動で俺がキル取ってるのにもかかわらず防衛から始まる試合はまあかなりきついという研究結果が出てるので、まあ俺が頑張ってあげなきゃいけませんね。さあとりあえずこれさジェットパッキング TV はパージュでしっかりと防いでいきましょう。ダイナモローラーの局所も気をつけていきたいところでは、お互い頑張りましょう。まあでも言うてね、ゆっくりよ、ゆっくりやりましょう。カウントねマジ1桁9ぐらいまでだったら許容できるから、9ぐらいまでだったら許容できるから、死なずに防衛をしていただきたいところではある。さあさあこれは強すぎ、どうするこれ、みんなどうしたい。いやでもこれそう、えなんかアサリ入った音したけど、まあ無理か。まあ俺がジャッジ君買ってるから、そのアサリ入れはね
無効です。これはトラップカード、ジャッジ君。さあ1枚やって、意外とここの潜伏には気づけない、気づかない。はい、さあこれ後ろ正面で挟まれてるが、いや、やりたいけど無理か。こっちから先、おお。さあ俺のファインプレーによって中央が取れてる、これ。取れたよね、さすがに。さすがに取れてる、さすがに取れてるね。オッケー、ナイス。まあ、中央取ってからがスプラトゥーン3といっても過言ではないんで、これ過言ではないんで。さあ完全に中央取り切った、これやばいですよ。これやばいカウンター待ってるぞ、相手気をつけな。やばいカウンターで一瞬でノックアウト持っていく予定だったけど、シャーカーが死んでもうたね、これ。さあこれどうしよう。いや、これ相手ジェットパックで着地狙ってきたりするかもだから。さあこれウルシオでキルが入っていく、マジで熱い、マジで熱いが、これジタカのホットブラス、ナイス、マジで熱い。いや、これガチである、普通に、普通にこっからの逆転あります。さあ網のダイナモはかなり凶悪ですけども、ちょっとマジで囲まれすぎている。さあこれマジ耐えれる、なぜか生きている、このキャラコン参考にしてください、真似していいよ。さあこれ後ろでしっかりと耐えですが、うわ、やっぱそうだね、ジャンプマークマジで見えてなかったわ、奥見すぎて。ナイスナイス、いやマジでいいキル取ってる、これ。いや、これ後ろ取れてるのがガチででかい、実は。はい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 、いや、マジ頼んだ、これ正面俺が確実に抑える、確実に抑えると言っても過言ではない、このやる気、やる気に満ち溢れている俺。さあこれダイナモローラーに拾われたくはないが、とりあえずアサリ入れられるか、 OK ない。これ一旦耐久、一旦死んじゃダメなターン、ちょっと後ろが。さあ俺らの攻め終了、残り45秒、相手のカウント24。まあ全然余裕ですよこれ。とりあえず中央取れたら熱いんで、中央を目指して頑張りたいと思いますけども。中央誰もいねえな、これ中央取れてるやん、っていうか、ってことはよ、ってことは何が言いたいかっていうと、俺がミスしなければこれは負けない。ミスった、マジでどうしようこれ。いや、これ味方いけるかこれ。俺が前出るからみんな前出れる。いや、ナイス、いいぞ、必殺。その前押しがガチで熱い。ダイナモローラーは多分クルーゲルシュライバーでボコボコにできると思うんで。ちょっとライン低いなこれ。このライン、こんぐらいラインが低いとね、アサリって延長ガチで短めに設定されてあるから、実はね、ここをラインだと詰むんですよ。GG プロありがとうございました。近いさんがよくマジで、あ、質問です。近石さんがよくマジで暑いと言っているのは、冬になればマジで寒いになりますか？まあ、これはね、なるんじゃないかな。お楽しみに。冬まで見てください。じゃあ、バイバイ。